ホイワは、ロシア、クラスのダール地方にある岩である。同地方の天然記念物に指定されている。岩は、国海の沿岸に位置し、ゲレンジークから南東に17キロメートルほどのところに、所在する。プラスコベイフカ村の近くにある。ホイワは、海水の侵食作用によって形成された、海食柱である。ハンガンという名称は、船の穂のような形状を呈していることに由来しており、 歴史家のセミョーンはシコフによって名付けられたとされる。岩は標高31メートルに位置する。海岸線に対してほぼ垂直に直立しており、岩の4分の3は海水中に没している。岩は黄色みがかった灰色を下砂岩でできている。かつては国海沿岸の3階の一部であったと考えられている。沖川の端部は海水中に位置し、 水深は最も深いところで1.8メートルである。陸側の端部は3階のふもとからおよそ10メートルの海岸域に位置する。海面から出ている部分の幅はおよそ27メートルである。高さは25メートルを超えている。厚さは1.5メートルである。1971年11月24日、ゲレンジーク市によって天然記念物に指定される。 1988年7月14日、クラスのダール地方の天然記念物に指定される。貫通穴地面からおよそ2.5メートルの高さの位置に穴が開いている。穴は直径およそ2メートルの楕円形であり、岩体を貫通している。穴がどのように指定できたかは正確にはわかっていない。多くの観光案内所には穴が高カサス戦争の際に、 三方の砲弾によってうがたれたものであるとの説が記載されているが、この説には疑問が持たれている。1903年に岩を調査したワシコフは、岩に向けて4発の砲弾が戦艦から発砲された際に、砲弾による痕跡はできたが、穴は開かなかったとの旨を記している。ありがとうございます。